急になるとここがへこたれてですね、少しなんとか安めに持っていこうとしてるんじゃないかっていうね、新しいなんていうか感想が出てきたもんだから、マーケットはね、急にちょっとこう、ボリボリボリっていう、またちょっとこう、その投機の、動きが活発になっているところなんで、その先ほどのその IMF の SDR、まあ、国際通貨として人民が認知されるための条件っていうのは、はい、別に IMF 国際通貨基金が中国に対して元をもっと切り下げなさいというふうにそういう指示をしたわけじゃないんですね。値段のレベルについてどうこうってなって、はい、値決めの仕方とか、はい、そのまあそのレートのなんとかアナウンスの仕方とか、ね、いうふうなことについて、もっとマーケット主導にしてくださいっていうふうな宿題が7月に出てるんです、ね、でこれをなんというか実行したのが8月11日の時だと、はい、そうするとガタンと急にこの安くなっちゃうとそういうことになっちゃったんですか。要は前日の終値を参考にして、まあ、その翌日の、ね、はい、まあ、その最初のなんていうか基準値を決めましょうっていう改正を行ったんだけども、はい、今全体としてマーケット全体が現はちょっとこれから先弱含みだよねっていうふうに見てる人が多いもんだから、はいはい、前日終わりの参考に次のって決めてっていうふうにするとですね、自然とブルーって下がっちゃうみたいなことが起きたわけです。なるほど。そう考えると、まあ、いわばこう自然の流れとして、経済の実態を反映する形でね、円安が進んできたという、こういう言い方になるんですか。8月の11日から数日間の間起きたことは、なんとなくそういうふうな実態に合わせた、はい、その調整が起きたような感じがあったんです。なるほど。ただ、それでまたその、はい、当局が原安に持っていこうとしてんじゃないかっていう観測、思惑が生まれたもんだから、うん、今度はそれを打ち消すためにまたこういろいろやる。それちょっとその資金の流れについてご説明いただきたいんですけど、はい、これでしたっけ、どういうことなんですかね。僕もちょっと分かりやすいですね、はい、はい、このグラフはね、はい、この折れ線のところがですね、うん、上を向いてるときにはみんななんていうか原はこれから強くなる、原高になるから原を持っていた方がいいっていうふうに思ってるときはこれは上に向くんです。で下を向いてるときは逆で、はい、これから原値段が下がるから今のうちに手放して他に乗り換えておいたらいいよっていうときはこういう感じ。なるほど。これはこれは何ですか。あ、外為戦艦とかですね、はい、銀行が両替とか、ね、外貨をなんていうか買ったときのですね、うん、その金額っていうのを表してるんですけども、うん、はい、この、ギザギザを見るとですね、うん、去年の2014年の4月ぐらいからね、はいはい、春先ぐらいからですね、はい、もうかなり一辺倒にみんな元が上含みだっていうふうに思い始めてるっていう様子が現れてるんですね、うん、で特にこのガコーンとこうその下がってますよね。下がってる、これがまさに8月の、はい、去年の8月、まさに制度改正を発端にして、はい、人民元安の投機の思惑がわっと生まれた時がこれなんですね、うん、これ流出入っていうと、これはその中大量の資金が出ていったってことなんですか、中国から。どういう現象としてはどういうことになってるんですか。キャピタルフライトっていう言葉があって、はい、要するに外国人がね、一斉に金を引き上げて、はい、それでもうその引き上げた側の国がガタガタになっちゃってるっていう、はい、1998年のインドネシアみたいなね、はい、ああいうキャピタルフライトっていう現象ありますよね、はい、でこれもそうなのかっていうとね、ちょっと違うんですよ。っていうのは、今こうやってなんていうか、その元はこれから弱含みだから、外貨を持っていた方がいいぞっていう取引をやってる主力軍があって、圧倒的に中国企業と中国人なんですよ。外人じゃないんです。なもんだから、はい、確かにみんな人民元から外貨に乗り換えてるんだけども、乗り換えです。乗り換えてるんだけども、じゃあオーナーはっていうと、オーナー中国人のまま変わってませんっていう状態なんですよね。だから、いわゆるキャピタルフライトとはちょっと違います。ただ人民元の現金のマーケットみたいなことで言うと、うん、要するにみんなその、買ってくんないわけだから、うん、ちょっとこうマーケットはちょっとこうプレッシャーを受けてっていう、そこのところの現象は人民元マーケットには出ないですね。なんか問題も分かんないところなんですけれども、切り下げを主導しているのは中国の当局ですよね。翌日の設定をして値決めをしていくわけでしょ。ただまあそれはなんていうかマーケットが指し示した値段っていうことなんだから、はい、まあまあそうだよねという。なるほど。そういうことですよね。そこには当局っていうわけじゃない。切り下げに、ね、原油がどんどん安くなってきてる背景には当局の意向というのはさっきの話だとあるんですかないんですか、どっちだと思います。去年の11月まではですね、なかった。なかった。うん、ところがその SDR 入りが内定した途端にですね、はい、ああ内定したっていうんで、そこはちょっとこうなんか少しもうちょっと安くなってもいいかなっていう方向にですね、ちょっとヨロヨロヨロしだした感じがある。そうするとここで一番大きくへこんでる時っていうのはこれ11月よりも前なんで、はい、
この時点においてはじゃあ当局の円安誘導というものではなくて、うん、ここはむしろ、ね、まずいと思ってですね、はい、そんな円安なんてことありませんよという打ち消しの方に逆に必死になってます、はい、うん、それでも中国の国内におけるたくさんそのお金を持っている人たちは、うん、これは元持ったらやばいから売ってどんどん買いちまえって流れで一気にここで爆発したということなんですか。そうですね、一旦収まったんですけどね、はい、11月12月もですね、うん、例えば外貨準備の、ね、金額がガクッと減ったりなんかしてるんで、はい、これはやっぱりね、その、持ち替えの乗り換えの、ね、流れっていうのはこれ止まってないなっていう感じですね。あまりこう日本でいうとそういう感覚が実感できないんですけど、例えば日本でいうとこのまま円持っててもしょうがないから一気にどうに変えちゃおうかってそういうことですか。そうですね、そこら辺のね、なんていうかな、うん、まあ、やっぱマーケット慣れした心理だったね、うん、日本人よりも中国人の方がよっぽどやっぱりこのそのマーケットが向いてるっていう国民性の部分もあるんですよね。ほう、豊島さん、これどういうふうにご覧になりますか、この中国の、今でも話してるけど、中国国内における持ち帰りですよね。ちょっとね、はい、グローバルな視点も必要な話、はいはい、さっきも言いましたけど、この今回のね、はい、今回の、はい、この切り下げの直前にアメリカの利上げがあったんですよ。はいはい、そうしますとね、うん、そのもちろん中国人の資本投資というものもありましたけれども、一方で、この量的緩和の間で大量のマネーが、うん、中国人が債務という形で借り込んでいた、はい、このマネーがですね、一斉に回収される、うん、でマネーの逆流ですね、はい、量的緩和マネーが一辺はアメリカから中国に流れ込んで、はい、その流れ込んだマネーが逆流するという現象が今回は起こったというのが2つ目の今回の大きな、そのなぜ人民元が下がったかという理由ですね。で、その人民元を低めに設定したという今のお話がありましたが、これはあくまでも推認ですよね。で、これもし積極的にねやるなんて印象を与えたら、それこそもう通貨為替操作国ということで非難されますから、ですからこれは非常に人民銀行としては気を使いながらオペレーションを進めたということだと思います。はい、ありがとうございます。で、私から見るとですね、人民元為替レートは実はね、2005年から、まあ、上昇し始めた、現高になって、まあ、これはこの主な理由は経済成長、あるいは国際収支の黒字、またね、アメリカからの圧力も強いですよね。だから、中国の金融当局から見ると、元を少しずつね、上がらなければいけない。しかし、上がると輸出産業は苦しいんですから、政府は実はね、そんなに上がりたくない。しかし、今まではアメリカの圧力とかね、いろんなことは上がらざるを得ない。しかし、2014年、2015年あたりは、経済の成長ですね、これで少しは断して、また輸出も不振で、だから、現ですね、上がらないそういう環境が出てきた、うん、それでまたですね、2015年の8月、はい、うん、それから11月、12月、うん、やっとですね、アメリカの量的緩和終わって、はい、それから金利上昇すると、はい、なんかね、待ってないチャンス、まあ、つまりね、うん、私は今ですね、元下げるとアメリカは絶対言われない、うん、というチャンスでもある。なるほど。というふうにね、多分そういうふうに考えます。今市場原理に任せておけば人民元は下がるわけですよね。なるほど。だから、まあ、これは市場原理で下がったんだって、うん、何も自分たちが為替の誘導をしたわけではないということがおっしゃるようにできるので、うんうん、そう思われたくないから、ね、その言い訳ってちゃんとみんな、まあ、国際主義で認知されるの受け入れられるんですか。だってこれ中国の為替って基準値って政府が決めたわけですよね。もう一つの要因がある、人民元は今国際化してるんですね、はい、だから香港、ロンドン、シンガポールにオフショアセンターあるんですね、はい、あそこで中国国外で流通してる、あるいは取引されてる人民元ある、はい、あそこで形成されたレートは実はね、国内と違うんですね。国内は規制が強いから、政府の上限 2% の話ね、